来年1月10日に開催される新成人の集いの告知ポスターが完成し、式の準備を進める実行委員会のメンバーが竹上市長に披露しました。この日は白塚貴弘実行委員長をはじめ、3人の実行委員会メンバーが竹上市長のもとを訪れました。白塚委員長は今回の新成人の集いのテーマや当日の内容などを竹上市長に説明していました。新成人の集いの対象者は平成12年4月2日から平成13年4月1日生まれの人です。11月6日現在、松阪市内では1511人が対象になります。新成人の集いは来年1月10日日曜日に開かれます。今回は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため3つの会場に分け開催します。会場は河合町の倉木文化ホールと嬉野ふるさと会館、飯南産業文化センターです。嬉野中学校、三雲中学校の卒業生は嬉野ふるさと会館へ、飯南中学校、飯高東中学校、飯高西中学校の卒業生は飯南産業文化センターへお越しください。それ以外の中学校をご卒業の方は倉木文化ホールが会場となります。竹上市長は、新型コロナの影響で大変かと思いますが、人生の節目の大切なイベント、素敵な会になることを期待していますと話していました。はい、成人を迎える皆さんにとって思い出に残る式となるといいですね。